エジプト文明といえばナイル川、松井塾です。さあ本日も始めていきましょうということで、今日は四大文明のうちの一つという形になります。エジプト文明という形になります。まあ遊戯をやられている方とかだったらわかるかなと思うんですが、まあ発祥の地という形になりますね。はい。で、何回も言いますが、要するに昔の時代にその文明が発達するということは、たくさん農業ができないとダメなんです。いいですか？たくさん農業ができて、お米がたくさん取れる、もしくは小麦がたくさん取れるとかで、腹いっぱいになるっていう状態にならないと文明っていうのは起こらないんです。わかります？わかります？じゃあ、何を言ってるかってことになるんですが、エジプト文明といえば、ナイル川です。ナイル川ですね。だからここを要するにまず覚えていきましょうねってことなんです。川を絶対覚えないんです。川を。エジプト文明って言えば、ナイル川ですよっていうこと。じゃあ、いつなんですかっていうことです。いつなんですかっていうと、紀元前だいたい3000年という形になります。今からだいたい5000年前という形になります。今から5000年前ですよ。わかります？に発達した。いうふうな形になるわけなんですね。このナイル川、ね、覚えておいてください。ね、ナイル川、エジプトにあるのに、ナイル川、松井塾がお送りいたしました。